人間動物園、人間動物園、人間動物園、民族学的展示、人間の展示ともとは、19世紀から20世紀にかけて行われた、社会進化論や、人種差別、進化主義、植民地主義に根ざした、野蛮、未開とされた人間の文化、生態展示のことである。実際のパビリオン自体の名称として、黒人村とされている例もあるが、必ずしも、 アフリカ系の黒人が対象となるわけではない。チャールズ・ダーウィンの進化論が社会に受け入れられると人間の社会に進化の段階性を乱す人々が現れるようになった。西欧近代社会を進化の頂点とみなす、この社会進化論はあらゆる人類が同じ発展をすると考える単一的発展主観、進化主義を取るためにアジアやアフリカの諸民族の社会を 遅れた、劣った社会とみなした。そうした中、植民地の諸民族の文化と西欧文明との差異を観察し、帝国主義や植民地経営を正当化するための装置として機能したのが人間動物園である。各地の博覧会で余興として、または植民地経営を誇るものとして行われ、人気を博した。例えば、セントルイス万国博覧会の人類学展示は、 以下の目的のもと企画された。このような視点のもと、実際に諸民族の伝統的居住空間を展示会場に作り、そこで人々を生活させ、民芸品の作成や伝統芸能を見せる展示をした。入場制限はあるものの動物園のように必ずしも檻によって隔離されてはおらず、しばしば通訳が置かれたりするなど会話ができるようになっている場合もあった。人間動物園という語は、 植民地研究の中で注目を浴び、主に英物のカルチュラルスタディーズの中で利用されるようになったものである1920年代、フランツ・ボアズの文化相対主義、マリノフスキーやラドクリフ・イコール・ブラウンの機能主義が勃興するとともに、人類学において進化主義はスタレ、民族学的な展示はエスノセントリズムから離れたものになるようになった。人間動物園の研究は、 それにまつわる差別の眼差しを批判的に捉える試みが多い。そのために実際の展示や展示者の意図が現代的な視点からは人権に配慮していないという問題があるにせよ実際には進化主義的な視線がないただの余興的な展示であっても過剰に差別的な装置であるとされてしまっている例が存在することや人間動物園を経験した観客 展示者の感想についての文が乏しいという批判がある。例えば、フランスの植民地博覧会などでは、動物園と工芸品などの展示の間に人間動物園が設置されたことを指して、社会進化論が主催者や企画者の進化主義の証明されているが、セントルイスや日英博などの展示は、参加国が各々の人間の展示を行っていた部分も、あり必ずしも、 進化主義が実証されているわけではない、というのが、宮田家の主張である。16世紀のルネサンス期、メディチ家の一員一方リトデメディチはバチカンニを作り、主治の動物と同様に様々な人種を集めていた。彼の元には、ヤバン人、ムーア人、アフリカ人、インド人、タタール人などがおり、20以上の言語が使われていたという。18世紀。 イギリスの王立ベスレム病院、ベドラモでは精神病患者が見せ物とされていた。また、イギリスでは16世紀から1868年5月26日までの間、市民の見物を前提とした公開処刑がタイバーン・ニューゲート・監獄といった各地で行われており、その執行の様子は庶民の定期的な娯楽とされていた。欧米社会における 最初期の動物園は、メキシコのモンテスマに作られた。そこでは、動物だけではなく、小人症、アルビノ、脊柱側腕症といった身体障害者も展示していた。例えば1835年2月25日、アメリカの巧妙な工業師 PT バーナムは、黒人奴隷のを16 161歳と歌い、また、シャムソーセージのちゃんと縁を見せ物とした。 こういった展示は奇形による工業が主だったが、他民族に対する好奇心の歴史は植民地主義と同じくらい歴史がある。例えば、クリストファー・コロンブスは1493年、新世界の西インド諸島からスペインの法廷に原住民のアメリカ人、後にインディオ、インディアンと呼ばれるようになったを連れて行った。他にも1815年に死ぬまでロンドンとフランスで展示された。 ホッテントットのビーナスとして知られるサール・タイ・バートマンや、ウルグアイのチャルーア人の絶滅にあたって、ウルグアイ政府当局とフランス人の手によって、フランスに連行され、見せ物にされた末に餓しした最後の属鳥バイマカ、ペルーも有名である。1850年代、メキシコから連れて来られた二人の小頭小の子供、マキシモト・バートラは、アステ家族の子供と、 アステ家族ギリパッドの住民として、米国とヨーロッパに展示された。しかし人間を展示する動物園は1870年代に、新植民地主義の中で一般的なものになった。異民族の生態的な展示は1870年代に、様々な国で人気を集めた。ハンブルグ、アントワープ、バルセロナ、ロンドン、ミラノ、ニューヨーク、及びワルシャワの各地に、 人間動物園があり、20万人から30万人の観客を集めた。野生動物賞で、後にヨーロッパで多くの動物園を開業したカールハーゲンベックは、1874年に完全に自然なままの民族として、サモア人とサーミ人を転した。また1876年には、彼はエジプト領スーダンから野生動物とヌビア人を連れてこさせている。 ヌビア人の展示はヨーロッパで非常に成功し、パリ、ロンドン、ベルリンを巡業した。また、彼はラブラドールのホープデールで多くのエスキモを手に入れた。このイヌイットはハンブルクのハーゲンベック動物園に展示された。1877年、ブローニュの森のジャルダンダクリマタシオン、巡回園の学芸員、アルベルト・ジョフロアド・サンヒレアは、ヌビア人とイヌイットを紹介した二つの 民族学的な展示をすることにた。結果年間訪問者数は100万まで倍増した。また1877年と1912年の間には約30回の民族学的な催しがジャルダン、ダクリマタシオンで行われた。オーギュストコントの弟子のエミールコラは、ここを訪問し、原始的な人種であっても、リコ主義よりも社交性が強いという仮説の検証をした。こうした。 民族展示は、万国博覧会の格好の客寄せとして、注目を浴びた。1878年パリ万博と1889年、パリ万博の両方において、黒人村というパビリオンが作られ、2800万人が訪問した。1889年の博覧会では、主要展示として400人の先住民が展示された。1900年のパリ万博では、 マダガスカルの植民地集落が再現され、生活展示が行われた。一方マルセイユ、1906年、1922年、トッパリ、1907年、1931年での植民地博覧会ではしばしば裸の、または半裸の人間の展示がなされた。1931年のパリ植民地博覧会は、半年に3400万人が訪れるほど、 成功した。最も反植民地主義の立場からの批判は当時から存在した。フランス共産党によって企画された植民地の真実と題する小さな展覧会では植民地博覧会と同時に行われ植民地経営によって植民地の住民が幸福になったという博覧会のプロパガンダとはテラシ的に圧政による抑圧や農園での支配が告発されていた。 しかしそこにはほとんど人が訪れなかった。この展覧会の第一室は植民地における強制労働についてのアルベルトローン、ドレとアンドレジードの評論家の記述を思い起こさせるものだった。セネガルの遊牧民の村も展示された。1883年、オランダ国立博物館の後輩地で開催されたアムステルダム国際植民地輸出博覧会でも スリナムの先住民が展示された。1901年、反アメリカ博覧会と1893年のコロンビア博覧会でも同様の展示が行われた。そこでは、ベリーダンサーのリトルエジプト、リトルエジプトが踊った。1896年、訪問者数を増加させるために、新シシティ動物園は100人の数族インディアンに、 園内に村を設立するよう誘うと、数族は3ヶ月動物園に生活した。1904年、アパッチ族、フィリピンのイグロット族、およびザイールピグミーのムブティ族であるオタベンガは、原始的というプレートを付けられ、セントルイス万国博覧会で展示された。米西戦争に続いて、米国は、ちょうど、グアムやフィリピンや、 フエルトリコなどの新しい領土を取得したところだったのだが何人かの原住民を展示することにしたのだ。セコイアーデシによると、クスモトによればフィリピン村にはフィリピンの諸民族1200人が集められたが特にイグロット人の犬を食べる習俗が強調されたためにフィリピン人一般の話とアメリカ人に受け止められるのではないかという不満を米国に留学していた。 フィリピン人学生が記録に残している。一方で、植民地支配の正当化のために、教育施設や裁判所などのインフラの整備を行ったことが強調され、教育されたフィリピン人兵士がパレードを行った。1906年、社交界の名士で、アマチュア人類学者のマディソン・グラントが、ニューヨーク市のブロンクス動物園に、 今後のピグミーのオタベンガを霊長類や他のドと一緒に並べて展示した。グラントの指示のもと、著名な優生学者で動物園園長のウィリアム・ホルマディは、チンパンジードウホングと名付けられたオランウータンオームと並べてオタベンガを置き、まるでオタベンガが,が進化論的にヨーロッパ人より猿の近くであるかのように彼にミッシングリンクのレッテルを貼った。それは、 牧師からの抗議の引き金となったが、公衆は、オタベンガの展示を見るために群れたと伝えられている。ベンガはンをより、弓矢を放ちよランウータンと戦った。ニューヨークタイムズによれば、人間を猿の仲間として展示することに対する意義は、ほとんど出されなかったが、ニューヨーク在住の黒人聖職者が激しく非難したので、論争は勃発した。我々の人種について、 類人猿と我々を継ぐものはほとんど消え去ったと考えていますと、ジェームズ・エイチ・ゴードン氏、ブルックリンのハワード国人孤児院長は語った。魂において、我々が人間であると考えるのが正しいのです。ニューヨーク市長ジョージ・ビー・マクレラン・ジュニアはその黒人聖職者に会うことを拒否した。一方で、ホルナディ博士を称賛し、動物園誌が書かれるとき、 この事件はその最も面白い層話となるでしょう。と彼に手紙をしたためた。論争は続いたが、コルナデは弁解しないままでいた。彼のただ一つの狙いは、学術的な展示であると主張することであった。別の手紙の中で、ボルナディは、10年後に、人種差別的な小冊子、ザ・パッシング・オブ・ザ・グレート・レースを出版する、ニューヨーク物学会の初記官マディソン・グラントと彼が、 黒人の聖職者によって社会が影響されてしまう、あってはならない、緊急事態であったと考えていたと綴っている。しかしホルナディは、ちょうど2日後に展示を閉じることに決めた。そして9月8日、月曜日には、ベンガが動物園の敷地を歩いているのを発見される、こととなった。彼はその後も、群衆たちによって吠えられたり、あざけられたり、叫ばれたりすることが続いた。 人間の動物園の概念は完全にはなくならなかった。今後の村という展示は1958年のブリュッセル万国博覧会でも行われた。1994年4月、なんとの近郊ポートサンペールのアフリカ風サファリに象牙海岸の村が作られた。2005年7月、ドイツのアウクスブルクの動物園にアフリカ村落が作られた。2005年8月、 死願性であるが、ロンドン動物園において、一軸の葉を着ている人間を展示した。2007年、オーストラリアのアデレード動物園は、教育運動の一環として、昼間ルイジンザル級社内に収容されたいと申し込んだ、人々から構成される人間動物園の展示を行った。住民はいくつかのエクササイズに参加し、新しいルイジンザル施設への寄付を客に求めた。また、 メルポルン動物園では人間の展示はないが、ポリネシアやインドネシアやタイなどの民族としての建造が展示されており、これも博物学と民族学とが重なり合っていた分類の痕跡を示すものである。2007年にブラザビル、コンゴで行われたパンアフリカ音楽祭において、ピグミーのパフォーマーは動物園を宿舎として提供され、物議を醸した。ヨーロッパ同様に、 日本にも、見せ物小屋において、奇形を売り物にする歴史があった。しかし、見せ物は、学術目的ではなく単純な好奇心を満たすことが、閲覧の目的であるため、本校でいう人間の展示に含めることはできない。生活を紹介する展示というのは、近代の中で現れてきたものである。国際博覧会における、日本の展示は当初、 欧米人に対して自らエキゾチズム、ジャポニズムを全面に出すことから始まった。最初に参加した1867年のパリ万博では伝統的な工芸、美術品の出品と同に日本茶屋というスペースにおいて清水宇さぶろに連れられた柳橋芸者が3人参加し、工芸品同様大きな人気を博した。こうした展示は数々の博覧会で好評を博し、 特に芸者ガールの人気は、パリ万国博覧会会場近くの劇場で指摘に、講演されていた、川上乙次郎、川上貞役子の人気からも伺える。社会進化論や、進化主義に影響された人間の展示は、1903年の大阪内国官僚博覧会に作られた、学術人類館と、翌年のセントルイス万国博覧会のアイヌ村を待つ、必要があった。 台湾総督府面政長官の後藤新平は、リシゲル政策などの成果を見せようと、風俗文化産業の真相を内外人に示し、大いに館内諸般の発達を図らむと、農業、園芸から台湾原住民や館民族習俗に、至る15門の展示を行った。天足の少女による喫茶は、博覧会でも大きな話題を呼んだ。また留学先で見学した1889年の、 パリ万博の人間の生活の展示に深く感銘を受けた東京大学の坪井翔五郎によって企画された学術人類館ではと欧米で行われていた人間の展示を模したものを行う予定であった。実際には外交ルートを通じて新庁が開催前に講義し朝鮮からも開会直後に講義があったのでこれらのに民族は展示が取りやられた。また沖縄県でも 会期中に自分たちの同胞がアイヌや聖番などと同列に展示されることについて意義が新聞などで唱えられることとなった。これは後に人類館事件と呼ばれたが当時すでにアジアにおいて人間の展示が宣伝と野蛮を展示するものであると理解されていたことがわかる。アイヌ民族資料の万博展示は1873年の ビーン万国ン博覧会にまでその期限を遡ることができる。アイヌイコール高加速ド同祖説を類推していた。地質学者ライマンは1876年のフィラデルフィア万国博覧会にアイヌの参加を打診していた。しかし実現においては1904年のセントルイスを待たなくてはならなかった。1903年11月。 セントルイス博の人類学部門責任者であるマクギーは正規の企画の一部としてワシントン日本大使館にアイヌの展示協力を詳細な計画書とともに依頼した。選定にはシカゴ大学の人類学教授のフレデリックスターとアイヌ研究者であるジョン・バチェラーが協力し9人のアイヌが旅券に北海道平民として記載されと米した。 クイーンは7ヶ月の長期滞在の間1日1円の報酬と民芸品の売り上げを獲得した。そのうち数名は日本語ができなかったと考えられている。文化程度の低い民族として選ばれたアイヌであったが、信仰心や勤勉さ、礼節について見学者から高く評価された。また同時に開催された1904年セントルイスオリンピックの人類学の日。 アントラッポロジェクルデーにもアイヌは参加した。この時、西欧社会にとって、すでに文明化されていた、日本、清東、インド、西論の参加も予定されていたが、実際にはこれらの人々は参加しなかった。1910年、ロンドンでも要された、日英博覧会の余興ゾーンにおいてアイヌと台湾、原住民のパイワン族に生活住居が作られ、 住み込みの人間の展示が行われた。この展示は、正規パビリオンで行われるような人類学的な展示や植民地の正当化を目的としたものではなく、余興として企画されたものであった。当時の資料、博覧会事務局報告によれば、日本政府が自ら企画したのではなく、日本政府が演出を任せた英国人シンジ事件との発案であったことが記されている。 この展示について、ザ・デイリー・ニュース氏は、アイヌは、世界で、最も礼儀正しい人種であるしかし、台湾人とアイヌを混同ししてはならない。台湾同人は礼儀正しくないと報道し、また前日の人類学者、フレデリック・スターが、高カソイドであるアイヌの民族的なサルベージを、訴えた。選出に際しても熟練した日本語話者が選ばれ、アイヌに出された旅券は、セントルイスの時と異なり、 平民ではなく空欄であったりと差別的な眼差しが派生していることも伺える。半年間の開催期間には多数の客が訪れ盛況であったために参加者は報酬とチップを合わせると帰国後1年間働かなくても良い収入があったほどハブリが良かったようだと近隣の者が10回するほどであった。 同時に作られた日本の農村風景については台湾日日新報が不適切であり不当であったと批判している。日英博覧会の日本余興は客寄せと運営資金獲得の必要から重要視された計画であった。その企画、運営は日本人がなすべきと当初英国側から進めがあったが、 ヨーロッパ人の集客のための立案は、日本人には不適と判断した日本政府は、ヒデとシンジュケートに、それを全面的に委託した。委託にあたっての方針としては、本法の品位を損する者は、一切の許容せざることとし、委託した、博覧会事業者の希望を考慮した上で、台湾成番の生活状態を含む8項目の、余興を容認したと、後に書かれた。 博覧会事務局報告は記している。この余興について、朝日新聞記者として特派された、長谷川尿ゼ館は、博覧会見分ルポルタージュの中で、台湾村について、これを多くの西洋人が動物園か何かに言ったように、小屋を除いて巨書はいささか人道問題にして、西洋人はいざ知らず、日本人には決して好んでかかる工業物を、くわだてまじきことと存じこう。 と批判した。ニョゼンの批判の矛先は、博覧会会社であるが、それは、日本政府が全面委託した、ヒデと真珠ケートを引き継いだ、現地会社のことである。博覧会はなお続いたが、その後展示方法を変更したという記述は、日英博覧会事務局事務報告にはな。国内での人間の展示は続き、1912年の、 東京上野での宅食博覧会では、オロッコ、ギリヤック、カラフトアイヌ、北海道アイヌ、台湾土人、台湾万人の諸種族男女徴用総数18人が、会期中に自分らの伝統的住居を作り、そこで寝泊まりした。1914年の東京大賞博覧会では、これまでの博覧会同様にアイヌや台湾人と、同時に南洋諸島や、東南アジアのベンガリ人、クリン人、 マレー人、ジャワ人、サカイ人を集めた南洋館が作られた。博覧会主催者が配った冊子によれば、これらの人々は、植人種と紹介され、ワニやオロチ、ゾウなどの展示に混じって、生活の展示をさせられたという。1916年の台湾官僚共進会では、正規パビリオンのシュゲル族館において、生人形や模型とともに、 相族とタイアル族の伝統的住居、シゲルヤと称されたが作られ、また民間人がフィリピン人の農家を建てフィリピン人を住ませて生活の展示を行った。さらに1935年台湾博覧会においても会場内にタイアル族のシゲルヤが建てられ、男女が寝泊まりし日常生活を示した。日本が行った民族紹介の展示は、 人間動物園という分析概念で参照されていないが、吉見都也は、博覧会の政治学において、上述したジャルガン・ダクリマタシオンの学芸員、アルベルト・ジョ・フロアド・サンヒレアが、ヌビア人とイヌイットを紹介した二つの民族学的な展示を、人間動物園と呼び、それを日本が、内国官僚博覧会や、日英博覧会で導入したと主張している。2009年4月、 NHK の番組 NHK スペシャルシリーズジャパンデビュー第1回放映文において日本が1910年に開催された日英博覧会でパイワン族の紹介を人間動物園と表現。これについて抗議の声が上がりパイワン族から名誉毀損であるという訴えがなされた。2013年11月28日東京高等裁判所は 当時は使用されていない言葉とし、一部の学者が唱える言葉に飛びつき、その評価も定まっていないのに、人種差別的な意味合いに配慮せずに、番組で何度も言及し、日英博覧会に、志と誇りを持って出向いた、倍万族の人たちを侮りしたと名誉毀損、民族差別であるとして、NHK に、損害賠償を命じる判決を言い渡した。人間を、動物扱いする。 人間動物園は、洗練さと野蛮についてのエスのセントリズムを、進化主義によって粉飾した、近代欧米発祥の装置である。一方、人間を動物と同一視するという思想は目新しいものではなく、アフリカやアメリカ先住民やアジアの民間伝承においては、祖先を動物とする思想を持っていたり、人間と動物は変身可能な対等な存在であると、 位置づけられていることがしばしばある。例えば、ギニアには、猿は、本当は、喋れるが白人に奴隷にされないよう喋れないふりを、しているのだ、という話があるし、ボノボの生息地に生きる番通系民族の、焼き畑の耕民バンガンでは、ビーリアと、人は同祖であり、兄弟であるという民話を持つ。このような、人間も、動物の仲間であるという動物観に基づいて行う。 人間の展示が過去の人間動物園のように社会進化論の影響として批判、議論されることはない。例えば日本モンキーセンターには人間が檻に入っているように撮影できるところがあることが知られている。同施設の設立理由はとあり、もともと進化研究と関連がある。このような人間と猿の連続性を語る行為がポストコロニアル理論のもと批判されることはない。 2009年11月27日から29日までの期間、ポーランドのワルシャーの動物園も同じ趣旨で同様の展示を行っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。